シリルさん、あなた大変熱心です。よく働きます。別に褒めてくれなくてもいいよ。これが僕の仕事なんだ。いいえ、私あなた褒める違います。私知る望んでいます。あなたの意図、未来尋ねるです。僕の意図、未来、何のこと？忙しいから後にしてほしいんだけど。あなたパルミラノで聞きました。教団出世難しい、みんな言います。しかしあなた人一倍熱心です。何目指し、あなた働きますか？働くのがここでの僕の役目だからだよ。役目を投げ出したらここにいられないだろう。それにレア様の役に立つことをして少しでも恩返しがしたいんだ。レア様は僕に居場所をくれた恩人だからさ。恩返し、道理わかります。しかし故郷離れる長いです。思いありませんか？思いって言われても何もないよ。パルミラには家族もいないし、もしあなたは故郷が好きで帰りたいと思ってるなら僕とは違う。僕は満足なんだ。今のこの生活がずっと続いていけば。そうですか。あなたと私境遇似ています。しかし土台違う、異なるようです。うん、僕もそう思うよ。もういいかな、まだ仕事の途中なんだ。シリルさん、故郷、いや嫌います？わかりません。ペトラ、ここで何してるの？シリルさん、私狩り鍛錬するしました。狩りの鍛錬？でもペトラは狩り得意だよね。はい、しかし狩り行います、常です。出ないと感覚鈍ります。ふん、そうなんだ。あ、ねえ、質問してもいいかな？前に僕に聞いたことあったでしょ。だから今度は僕の番。ペトラが鍛錬をするわけとか、故郷をどう思ってるかとか聞かせてよ。鍛錬、故郷、それ私の過去知る必要です。私ブリギット育ちました。しかし帝国との戦争、両親奪いました。ブリギット負けました。その後私帝国来る決まります。戦争のせいでここに来たんだ。それは僕と同じなんだね。はい、しかし私故郷強く思います。私鍛錬、成長を望む、それ全て故郷のためです。フォドラとの関係良くする、私長となりブリギット導く、そのため私ここいます。いつか帰って故郷の力になるためにたくさん鍛錬してるってこと？将来のために今頑張るなんて偉いね。ペトラ、やっぱり僕とは違う。私違う思いません。あなたと私同じです。同じ？なんで？あなた熱心働きます。変化しない、将来のためです。私故郷戻るため、あなた故郷戻らないため、努力です。僕が働くのは戻らないための努力。そう言われるとそうなのかも。じゃあ僕も毎日努力してるってことになるから、そこはペトラと同じなのかな。はい、あなたと私同じです。シリルさん、弓調子どうですか？
ああ、ペトラ。うん、ちょっとは上手くなったと思う。背が伸びたし、腕の力もついた。構えるのも楽になってきた気がする。素晴らしいです。私もっと応援します。応援？はい、私密か応援しました。あなた親近感感じましたから。あなたと私立場違いますけれども、境遇似ています。それあなた応援する理由です。頑張る見守るです。ペトラが僕を応援してくれてたの？想像するとなんか嬉しいかも。そうだな、じゃあ僕もペトラを応援する。本当ですか？私も嬉しく感じます。ペトラも嬉しいか。そう言われると僕ももっと嬉しくなっちゃうな。ねえ、今思ったんだけど、ペトラの言葉って不思議な力がある気がするんだ。なんていうか、こう一本の芯が通ってて前向きで力強い、そんな言葉だから勇気をもらえる気がするんだよ。きっとペトラにしか使えない言葉だ。言葉使う特別ありません。気持ちあるのみです。言葉の意味正しく使う、そして正しく伝える、それ望みです。まだ修練不足する身、聞き苦しいことあるでしょうが。言葉じゃなくて気持ちってことか。ペトラってやっぱりすごいな。僕ペトラの応援に応えられるように精一杯頑張る。それでいつか僕も僕の応援でペトラを勇気づけられるような強い男になるよ。それすでに達成しています。あなた十分強い人です。え、そうかな。うん、でもやっぱりまだ足りないよ。あなたの強さに並ぶにはまだ足りない。だから僕もっともっと強くなる。もっともっと強くなってペトラのこともっともっとたくさん応援してあげたい。もっともっと？私応援ずっとするしますか？うん、ずっとずっと応援するよ。私老婆なります。応援難しい思いませんか？え？うん、ペトラがおばあさんになってもおじいさんの僕が応援できるよ。大丈夫。老婆の私、牢屋のチリルさん応援するです。よろしくします。牢屋？ああ、おじいさんってことだね。よろしく。